関税納付されなければ、輸入は許可されない。中黒四角 LI を船会社に差し入れると、リマークを消してクリーンビールにし、ってもらえる。中黒四角 LI はリマークを付された貨物の貸しによってトラブルが生じても、輸出者側きりの責任を取り、船会社に責任が及ばないようにすると保証する年価である。中黒四角車輪スカバーニア天然水プール。リャビシャの聖神女教会クリズレンにある世界遺産。ブルシャツベオグラードから 85km、バスで90分。ルーマニア国境近く。ルーマニア正教会や白い教会など独自の景観。ベオグラードとグーチャ村の中継地点となるチャチャク市。そこから電車で15分のところにオブチャル、バンナという天然温泉地。グーチャトランペットフェスティバルで必ず演奏されるオブチャルとカブラルという歌はこの温泉地に向かい合う山の名前。キャニオンマとかスコピエから車で30分。シュコドラ北部。アルバニア人の祖先はイリリア人とセルビアの伝説。セチニエ純白の町。ロジャイエ・コソボとセルビアの国境近くのサンジャック地方。トルコやイスラム文化。各方面へバス。ブドバから車で10分。ポドマイネ修道院がある。詩人ネゴシが過ごした場所。マグリッチ城ネマニア王の息子もしくは孫が13世紀に建てた。中黒四角 BL の入手と確認事項。BL 発行依頼や MR を提示し、船会社から交付を受ける。受取式 BL の場合は、船籍証明が必要。クリーン BL でなければ、輸入者側から引き取り拒否、代金支払い拒否の可能性がある。リマークがあると、ファウル BL になる。ただし、フチ、モンモントーン。ボードノテーションはリマークだが、問題なし。単純指図式 BL には、輸出者が白字裏化をする必要あり。輸出者から船会社への LI の差し入れ。LI を差し入れると、リマークを消してクリーン BL にしてもらう。L。LI でリマークを消したら、その貸しによってトラブルが生じ。でも、すべて輸出者の責任となる。LI でリマークを消しても、輸入者から拒絶される可能性は残る。日本の関税制度。アステリスク関税額の算出の原則は、関税額課税標準×関税率。アステリスク品目分類と関税の種類で関税率が決まる。開発の種類には6種類あり、輸入しようとする物品の原産国によって、どれを適用するのかが変わる。米印国定税率、基本、暫定、と協定税率の優先順位に注意。中黒重値税、重量税、混合税、重値重量税の3種類がある。中黒課税標準となる申告価格は CIF ベース。米印外貨圏の場合は、税関庁の工事相場で A 話題に換算。中黒少額輸入貨物の特例、簡易税率、関税割当制度の内容、適用対象。品目を理解すること。NVD のバリュー。デクレイヤードの略で、重値料金、バリュエーションチャージ。を徴収されないようにするためのもの。ボヤは利用運送事業者の意味。船籍依頼、SI、シッピングインストラクション、ののコンサイニー欄への記載方法。記名式 BL。特定人名、通常は輸入者。単純指図認識 BL トゥーオーダーオブシッパー、トゥーオーダー。記名指図認識 BL トゥーオーダーオブ特定人名。ウェール。特定人名、輸入者。ただし、似た目か手形決済の場合は通常、輸入地銀行。船籍書類として輸入者に送る書類。中黒送り状、インボイス。包装明細化、パッキングリスト、PL。中黒保険証券、インシュアレンスポリシー。輸出者が通報する場合のみ。輸出者は裏化をする。中黒原産地証明書、CO。求められている場合のみ。検査証明書、容積重量証明書船籍数量重量品質条件の場合。アステリスク観光庁などの許可証、証明書など。求められている場合のみ。中黒四角運賃支払い者が輸出者になる場合、フレイトプリペイドアズ。アレンジドと記載する。アズアレ。アズアレ。給油通関における税関の審査内容。積的審査。輸入申告書の内容審査。中黒その他の輸入通関用書類の内容審査。書類の記載内容チェック。輸入に関して許可、
承認等が必要なものには、その取得が証明できているか、中風呂検査や条件の具備が必要なものについては、検査の完了や条件の具備が証明されているか、アステリスク場合によって、貨物の現物検査、税的審査、申告税額が正しいかどうか、関税の納税かどうか、在来線からの荷降し作業、在来線の荷降しには、直上げ、なお上げ、と総上げがある。利用の宛て先は、直上げは本船船長、総上げは荷上げ代理店。中風呂直上げでは本船上で引き渡しが行われ、総上げでは陸上げ後の荷は代理店の倉庫で引き渡しが行われる。中風呂直上げ、総上げのいずれについても、本船側と輸入者側双方の件数人が喧嘩図を行い、船卸業にサインする。